雪村えりのフェリーチェ、綺麗なスズランを添えて。まあ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 、でも綺麗な方ですよ、お家に比べたら。皆さんこんばんは、雪村えりです。イエーイ。髪型、皆さんにお伺いした時にツインテが圧倒的に多かったイメージがあったのでツインテにしました。2周年だからツインテだってうまいよね。記念写真。なんか覚えてます、私が何歳くらいの時、何歳くらいじゃない、間違えた何回目フェリーチェ何回目の時か忘れたんですけど、私もこの間にツインテールやったことあるんですよ。2月ですか、よう覚えてらっしゃいます。その2月の時にエクステつけてツインテールしてたんですよ。で多分これよりちょっと長いくらいでしたよねと思って、でこれ地毛なんですよ。やだ私っても髪の毛伸びたわーってすごい思った。だからちょっと比較画像というかを後ほど X だか直目だかにお送りします。これが今の雪村、これが2月の雪村みたいな感じで、どっちだってやりますんで。いやだいぶ伸びましたよね。髪綺麗ですか、ありがとうございます。なんか毛先色違うように見えるの、私だけ？気のせいか、気のせいだあなたが落としたのはどっちの雪村って、いやーいいですね、 X に書こう。あなたが落としたのはどっちの雪村、どっちも変わんねえんだけどな、ツインテールだし。大丈夫かな、見分けつくかな、どっちでもいいか。とりあえずそういう感じで送りたいと思います、よろしくお願いします。さあ、そうだ、今日の一文字書きましたよ。皆さんも気になってるんじゃないかなって。前回は覚えてますか、もう皆さん覚えてましたね、コメントに書いてありましたね、宿題が終わりませんって書いたんですけど、今回はね、てーん、もっと大きく見て、俺の愛する子人生初の運動会号泣ということで、皆さんこんばんは雪村えりのフェリーチェ、綺麗なスズランを添えて13スタートです。2周年、わーありがとうございます。22、そう本当はね猫にしようかとも思ったんです、2周年だから22にゃーにゃーみたいな感じでかと思ったんですけど、皆さんのご期待に添えてのツインテールとなりました。この放送は桃源郷みたいなもんだそうです。私と鈴本の隔月ソロ番組生放送と毎月2人の生配信という月に更新スタイルとなっておりますよ。番組タグはトゲとトゲガールです。前半のみ YouTube からも放送しております、よろしくお願いします。さあということでね、あやべ、大事な一文字、そう一文字じゃないじゃんって D さんに言われちゃったからちゃんと書いたんですよ。はい、2周年の2です、おめでとうということでね。いやーねー、聞いてくださいよ、俺のメイがさ、ついこの間初めて人生初の運動会を迎えてね、私はその日はねたまたまお仕事で行けなかったんですけれども、ママチと姉チとがね応援に駆けつけて動画を頑張って撮ってってやってもらったんです。でね、もうすっごいドキドキしてたんですよ。うわーなんかどんな感じなんだろうなーって、ちゃんとめいこちゃん走れんのかなって、走んの早いのかなって、そう一番だったらいいなーとか、ダンスちゃんと上手に踊れてんのかなーとか、いろいろとね心配だったんですけれども、初めて送られてきたね動画1つ目、すごいなんかね、もうこうやってずっとおしゃぶりはねちょっとね禁止されてるから、ママにこうやってずっとねお口の周りでこうやってね手でこうやってやって、ママ
ママってやってて、でママを見つけちまったもんだらさ、ママがいい、ママがいいっていう動画が一番最初に送られてきたの。あれ、あれ思ってたの違うな、俺の想像して下手運動会となんか全然違うなみたいな感じになって、でその次に次はかけっこですみたいな感じになって、でめいっこちゃんって呼ばれた時にもうねすごいすごかったよ。もう呼ばれたのにね、後ろお尻向けてね帰ろうとしちゃってて、先生に、はい、はい待ってねめいちゃんみたいな待ってねってこうやって手繋がれて、でそれで他のみんなはねはいっていい子にね大きくなってたんだけどね、その子ねちょっと恥ずかしかったのかなとか思いながら、でそれで用意スタートってなった時にね、めいっこちゃんは手をギュッて繋がれて、でもちゃんと一人で引っ張られずにちゃんと走ってました。偉いよ、頑張ったよ、辛かったよな、ね、走りたくもない時にさ用意ドンって言われて走らなきゃいけないの、泣きながら、で走ってて、あー偉い偉いよって言って、でなんでそんなに泣いてたのってすごい気になったから聞いてみたんですけど、なんかそのね、おばあちゃんとか姉ちが遊びに来てしまったもんだから、夜ね興奮しちゃって眠るのが遅かったんだって。でだからそれでその運動会も早い時間に始まるから全然眠れなくて、眠たかったんだって。それでママがいいママがいいって言って泣いちゃってて、だからコンディションがねちゃんと最高じゃない状態での運動会だったから、ちょっと泣いちゃったんじゃないかなっていう話をしてて、あーそうだったんだーって、かわいいかわいいねーって、そういやで頑張ってよ偉いよって言って、でその次にダンスのね、皆さんドラえもんおなじみ、ドラえもん夢を叶えてドラえもんでね、曲をねダンスを踊ってたの。それはママと一緒に踊るんですよ。ママとね、ママと二人で踊るの。可愛いな、もうねすごい可愛かったの。なんかやっぱ初めはちょっと不機嫌というか、なんだろう、イージーイージーみたいな感じになってたんだけど、だんだん一緒に踊って一番が終わるサビくらいでもう超笑顔になってて、もうみんなに見せてあげたい。もったいねー、なんでみんな見れないんだろう俺のメイ、かわいそうってぐらい本当に可愛くて、もうなんかもうね、もうママと一緒に入れたのが嬉しかったんだろうね。すごいニコニコしてギューってしてわーって終わっててさ、素晴らしい素晴らしいよ、あなたはもう本当天才ナンバーワンだよって思った運動会でした。いやすごいよ。そうなんだよね、私も見れてないんだけどね実際はね、あーそう見たかったな。でも本当に素敵な運動会でした。来年こそは見に行きたいな、いつかちゃんとね、そのメイ2も来年からは参加ですから、メイ1メイ2がね、一緒に、どうなんだろう、一緒に踊ってはくれないのかな、多分時間はずれてになっちゃうのかもしれないけど、いつかその2人がね一生懸命走っている姿を私のこの肉眼で見れる日が訪れたらいいななんて思います。はい、ということでDay 1 Day 2みたい、確かにそうだね。でも私にとっては本当にそうだよ、もうライブだからさ、私の中で大切なライブだから。あ、大変、お絵かきじゃない、なんだっけ、お便り読もうとしたけど、これどうやって読んだ、あ、これか、先生すいません、なんかフェリーチェしか出てきてくれなくて、あのメールがわかんないですお便り読もうとしてたら全然、ごめんなさい消しちゃった先生すいません、ごめんなさい、そっちじゃねえそうですあー先生に怒られる、廊下に立てって言われちゃう、どうしよう、ごめんね、ごめんなさい先生、急して、はい、ありがとうございます、わーい、ということで普通だった、下から順に読んでいきたいと思います。いやーたくさんくれたね今回もね、嬉しい。ということで、はじめは庭師ネームふんさんからです、ありがとうございます。えりちこんばんは。こんばんは。
フェリーチェ2周年おめでとうございます。もう2年も経つのかと感慨深くなりました。これからもよろしくお願いします。さて10月ということでズバリ秋が来たってことですね。時間経つの早や。僕は2日間分けて食べようとしてたくさん買ってきたパンを3時間ぐらいで全部食べきっちゃって、今年は食欲の秋になりそうだなと今年の秋のテーマが決められた気がします。同時にダイエット中なのでその食欲を抑えながらやっていかないといけないという危機感を感じました。ヘリシにとって今年の秋はどんな秋になりそうですか？または秋ならではの食べ物とかおすすめなどがありましたらお聞かせください。 PS そしてフェリーチェ放送日のあさってにはライブがありますね。現地にて応援させていただきます。ありがとうございます。そうですな、まあまあまあ、まず一番上から攻めていこう。2周年ありがとうございます。ほんとあっという間だよね。隔月だからなのかよくわかんないけどさ、隔月でしかも月1更新じゃないですかフェリーチェって。そうで、トゲガールがあるから、トゲガールとか私その毎月の放送とかがなんか私のなんかわりかしその季節というか月の表明みたいな、わかります？わー来たなーこの月がみたいな感じになってるんですけど、あっという間なのね。13回で2周年だもんね。びっくり。もう私去年何の話したっけ、去年の1周年おめでとうみたいな日、もう全然覚えてないもん。だってなんかこのやつもねどん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 書いてきてはおりますけれども、そんな言うて大したこと書いてないべ。乙女すごい、もう女ばっかり練習してるよ。あーないわ、そうだ、新しいのになっちゃったんだ、更新されてんだ。その時はポニテだったんだ。じゃあどんどん増えてってんだ、1周年2周年って。じゃあ次3つだね。サザエさん、サザエさんヘア似合うかな私、これとこうやってこうやって。あ、出ました。お団子2つとここはないですよね。だからここにつけなきゃいけないかもしれない。やだ。でも逆にあの10月ですから、毎年10月が私の周年になるわけですもんね。だからあれですよ、あのパンプキンとかカチューシャなかったでしたっけ。パンプキンカチューシャ、あ今なくなっちゃったんだ。あのブン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 ってやったらここがグン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 ってなってくれるやつ、あれ大好きだった。そうあれ見たか、あれつけてね、サザエさんやってね。だってもうハロウィンだから、私そうだ仮装してない。今年は仮装するんですかね。アリスの衣装ですか。アリスの衣装な、確かに前着て放送は出なかったんですよね。先日泉そうだ、だって可愛いんだもん、可愛い子の次の日に見られたくなかった。ちょっと逃げ出した逃げ出したって言われちゃった。そうそうそう、あみんなよくご存知で、そう恥ずかしいからやめたの。だって前日にそんな可愛い子がさ可愛い衣装着てさ可愛く決めてるのにさ、次の日に来てさ雪村愛理がアリスってなんかちょっとしメンタル的にしんどかったなと思って。そうそっか、じゃあ今年は幼稚園生から昇級して小学生か、小学生になりますか。ランドセルないですか。ないか、買うかじゃあ自腹でおはようございますって。だってなんかだいぶ昔かもしれないですけど、ハリウッドがなんかで流行りましたもんね、ランドセルね。こんなに、はい、良いカバンはない言うて流行ってましたから、ランドセル大人ランドセルなんてあるんですか。すごいな。まあちょっと私が何を着るか分かりませんけれども、いつかやりたいですね。秋なんか丸々の秋とかよく言いますけど、正直よくわかんないんですよね。だって食べたい時にご飯は食べるし、読みたい時に本は読むし、スポーツ、あでもスポーツしたいかも、スポーツしたい。なんかあんまり詳しくは話せないんですけどちょっとすいませんね、他の番組の人の名前を出しちゃいますと、北原さやかと夜の公園で思いっきりダッシュしたんですよめっちゃ走って
超痛かった。もう 今すごい筋肉痛なんです。だから太ももがやばいんですよ。夜の公園でちょっと多分理由とかは特になかったと思うんですけど、夜の公園でガーッ走ってエリ早って言われて、その写真あるかな、その写真だけ見せていいですか。あ、じゃあちょっと確認していただいて、ちょっと待ってくださいね。私これです。これ私いいですか。あ、わかりました。はい、これです。じゃじゃーん、これ私走ってる時の私なんですけれども早いねエリーって言われて、ちょっと褒められたのがすごい嬉しくって、調子に乗って走り続けたらめっちゃ全身筋肉痛になりました。あ、もうなんかダンスしてるじゃないですか、ライブも近いんでね。ライブも近いからダンスしてて筋肉痛になったことないんです。最近全然筋肉痛にならないんですけど、このダッシュしたせいで全身足とどこだっけな、太ももは大丈夫だ、足だ、太ももがすごい筋肉痛になって、あれ私太もも使ってないのかなっていうくらい、使い方が違うんですかね、わかんないけど、だから驚いちゃったわっていう話だから今年はスポーツの秋にしようかなって思います。はい、続いて三好ネームクララさんからいただきました。ありがとうございます。エリチスタッフの皆様、三好の皆さん、こんばんは。こんばんは。ソロ会フェリーチェ2周年おめでとうございます。ありがとうございます。隔月会での2周年って本当にすごいことだなと思います。この先もエリチとお会いできる夢のような時間が末永く続きますよう、一庭師としてすっごい土の一人として応援したいと思います。目指せ50回100回。エリチは今後ソロ会フェリーチェでこんなことをやりたい、あんなことがしたいといった野望、希望、欲望などはありますか。あさっての大型ライブ応援しています。頑張ってくださいね。ではでは、次回のフェリーチェもとても大切で素晴らしい月なのでめちゃくちゃ楽しみにしてますね。ありがとう。わー嬉しいな、2周年たくさん祝ってくれて。そうだな、やりたいこと、ソロイベしたいです。ソロイベしたいです。おー、いいと思います。イエーイ、来ました来ました。いや嬉しい。なんかソロイベやって、なんかあれやりたいです。なんか雪村えりが客席にいるんですよ。で気づかないでいてほしい、一生気づかないでいてほしくて、でなんか映像を見るんですよ、私と一緒に作った映像、私が出てる、皆さんこんにちはみたいな感じで、でそれでやばくねみたいな、雪村エリなんだけど雪村エリなんだけどやばくねみたいな感じで話したい。バレます、バレますかね。だから変装するんですよ、もうおばあちゃんみたいな、特殊メイク特殊メイク、そうですよね、特殊メイクでいつバレる、もう髪の毛とかもう切っちゃってみたいな感じで、もうバレない感じにしちゃって、で声も声優ですから変えますよ、もう、やばくね、雪村エリなんだけど雪村エリはつったやべえなみたいな感じで言って、はい、雪村エリはどこにいたでしょうって言うて、なんかあったじゃないですか、お遊戯会とかで、なんか何でしたっけ、お遊戯会とかでよくありませんでした、なんかリスを探せみたいな、リスわーって集まれみたいな、知らないか知らないか、逆怪しい、あ、おばあさん、いやおばあさんじゃないですよ、おばあさんじゃないかもしれないじゃないですか、何に変わるかは今とりあえずそういう感じで企画したいと思います。あとバスツアーしたいんです私ずっとやりたいの、トゲとバラゴ、トゲクボとバラゴ並走する、マジでやりたい、本当にやりたい、もう本当に、でそれで中継したいです。あ、鈴本明子眺めましょうか逆になんかカメラで、みんなでカメラで見て鈴本明子に何かしらのドッキリかけましょう。雪村がなんか雪村がおばあちゃんになっちゃってみたいなのやつで、えエリちゃんどうしたのみたい
ちょっとわたわたってしててサプライズでもあの辛いサプライズは嫌なんで辛いドッキリみたいなあるじゃないですか、なんかあー怖いよみたいな感じになっちゃうやつよりはなんかえもうなんで以上だったのはははみたいな感じのやつがいいので、そういう感じのなんかドッキリのなんかしらをちょっと皆さん考えておいてくださいちょっと雑になっちゃいましたけど、はい、お願いします。続いてラーノンさんからです。ありがとうございます。雪村さんこんばんは。こんばんは。突然ですが雪村さんが6月の配信当時に言っていたルービックキューブの最速タイム3分7秒はその後縮みましたでしょうか。ちなみに私は雪村さんの影響で9月から始めて5日間で最速2分30秒を更新しました。ドヤ。ちなみに2分32秒も別に記録してますのでまぐれじゃないです。ドヤ。他でもいいのでバーサス英日番外編のネタをお持ちでしたら教えてもらえると意地悪く張り合わせていただきます。よろしくお願いします。やばい、顎が出ちゃった放送できない顔してしまったどうしよう、ムカつくんだけど、はい、出してないです。それ何の話ですか。1分出してないです。出してないです。それは多分あれですよ、他の方です。他の私の視聴者の方が1分台出しててみたいな煽り腐ってきたみたいな話をしたんですよ。え、なんか煽り散らかしてくるんだけど、え、味方一人もいないのここ。嘘じゃん。え、嘘じゃん。誰もいないんだ。あ、そうなんだ、周りみんな敵だったんだ。あー、そうだったんだ。ごめん、2周年だからさ、アニバーサリーだからさ、もうみんなおめでとう、みんな仲良くしようぜ、イエイイエイ、ルービックキューブ一緒にやろうぜ、ベイベイじゃないんだ。私ルービックキューブ早いですけど雪村さんはまだ3分、あ、まだ3分台なんですねみたいなスタイルなんだ。ふーん、そういうことね。あー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 、もう語ってないですよ。それは D さんが勘違いしてただけですって。え、絶対無理だもんな。どうしよう。よいしょあ、ね、片手でなんかできたらいいですよね。でも本当あれなんですよ、あれ以来触ってもいないんです触ってもないから多分もう忘れたと思うわ。本気の全力で一回、え、黙ってもいいですか。え、本当にいいですか。 無料放送でそんなことしていいんですか。有料の方が良くないです。そっか、今日長いし、いいんだ。バラ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 、絶対できないと思う。多分3分も無理だと思うからね。本当に皆さん、本当そこはちょっと、はい、分かっていただいて。分かりました。絶対無理だな。じゃあ行きます、スタート。ほらもう全然わからんもん、ここじゃないし、しかも嫌だよ。ちょっと黙りますねで、あ、こっち、なんで動くんですか。どうやってやんだっけ、忘れちゃったよ。お、やったじゃない、便利。今回ちょっとありがたいわ、ちょっとありがたいコマだった。動かさないわよ、もう動かせなくなってる、おしまいだな。ちょっと急ごうとするとさらに急ぐってなっちゃうからね。これどうか、どうか、
以上です。次行きましょうか。いや多分本当これ運が良かったですよ。あの引きがそうですね、絶対めっちゃやりやすくなってたんだと思います。本当すいません。ということで、続いて庭師ネームひでひらさんからです。ありがとうございます。雪村さん、 D さん、ごきげんよう。ごきげんよう。フェリーチェ2周年&少し早いですが週末に開催されるね、なんでみんなこんな言ってくるの。ライブ出演おめでとうございます。ありがとうございます。ライブは現地にて応援させていただきます。楽しみです。さてフェリーチェ2周年ということで過去回のアーカイブだったり切り抜きだったりを見返していたのですが、やはりフェリーチェといえば最初の一文字かなと思いました。初回の書に始まり、前回は宿題が終わりませんだったりと、さまざまな文字とそれにまつわるお話から放送が始まるのがフェリーチェらしさかなと感じます。雪村さんの中でこれが一番好き、印象に残っているという文字はありますか。2周年の振り返りも兼ねて過去の文字と過去の文字を見るのはどうでしょうか。ちなみに僕は第3回のムと豆が好きです。特に豆が小さくて可愛かったです。最近ぐっと気温が落ちて急に寒くなりましたね。ライブ前ということで大変かと思いますが、寒さ対策を万全にして体調にお気をつけてください。改めてフェリーチェ2周年おめでとうございます。大好きな雪村さんの番組が3周年4周年と続いていくことをお祈りしています。ありがとうございます。嬉しいな。ありましたね、豆なあ。初回の書って書いて2回目が確かムって書いたんですよね。あ、3回目か。3回目にしてか。じゃあ逆ににってなんて書いてる。サチ。ふーん。あ、全然思ってなかった。あー、成人のせい。そんなのも書きましたか。そうそう、無になるのがめちゃくちゃ早くて、うわめっちゃ無がある、懐かしい。あ、ちゃんと取っといてくださったんだ、ありがとうございます。え、めっちゃありますよ、ほらね。あ、春もある。春。え、めっちゃあるやん。何？あ、豆。そう、額縁に飾ってくださってんですよね。相当お気に入りらしいわ。嬉しいよね、ここまで来ると。そうなってくるとなんかそろそろ更新してあげたい気もするけど、これ以上の作品がまだ私は駆け上げられてないってことですもんね。夢。夢なんて書きましたっけ。あ、そうなんでしたっけ。あらあら、まあまあ、そんな時代もありましたね。あ、ほんとだ、これですか。間違うわ。わかんない、もうほら、幸せだね、無だね、豆だね。あ、これいいじゃないですか。これうまい。懐かしい。うまく描けてるじゃない、ゆきむ。ゆきむ、えらいじゃん。ごびびょん。あ、めっちゃむ。え、めっちゃ練習してましたね。ほら、もうこんなにすごい思い出を取っといてくれてる親戚のお父さんなんじゃないの、おじさん、おねえ、おねえなんじゃないのってぐらい全部取っといてくれて。あ、見て、ほら、3。春か。春じゃ、3じゃないんだ、春だ。そうです、春。そう、マジ、あつこお姉さんになった。ほんとしんどかった。マジでしんどかったな。誠お兄さんもいなくなっちゃったんですよ、今。カズムお兄さんだったかな、今。欲しかったらごめんなさいね。あ、今も好きなんですよ、本当に。目がね、笑うとね、細くなられる、本当に可愛らしい方なんですよ。え、どこですか、一向に見当たらない。あ、そうなんですか。すごいじゃないです。うわ、切ってったね、くそ。風。これいつ使いましたっけ。あー、春風っていうことでね。ふーん。一つもない。どうしよう、全然ない。あ、鈴本明穂。確かに鈴本明穂いいじゃないですか。これ飾りましょうよ。鈴本明穂、ここに。確かに楽屋入りになっちゃいますね。むずみ、いない。え、いない。夢を探して。え、でもずっとこれ乙女だもんな。ないない。あ、ほん
当だ。あ、いいんですか。てーん。そう、この雪が気に入らなかったんですよ。なんで書いたの。なんで私これ書いたんだろう。汚い字でユッキーって。あー、なるほどね。ふむふむ、そういうことか。まあなんかまたいずれ書いて気が向いた時にもしかしたらね、額縁に入っているものが変わっていることを願いつつ。すごい、でもこんなに私歴史重ねたんだって考えると、まあちょっと1日というか1回1回の量が半端ないかもしれないですけど、でもすごい嬉しいなと思います。皆さんもうなんか記憶に残る感じとかあったら嬉しいな。なんかありました？いっぱいね、2年ってすごいですね。みんなやっぱ豆好き？豆をさ、X のさやつにしてくださってた方とかいらっしゃいましたよね。すごい嬉しかったんだ。ゆきと豆。嬉しい。バスツアーで配ります？うまく書けなくてもいいですか？失敗したやつでもいいならいいですよ、全然。ランダムプレゼント企画でね、あ、これうまく書けた、よかったね、おめでとうみたいな。これうまく書けなかったみたいなので、めちゃめちゃいいですね、それ面白そうだな。あ、すごい SNS のアイコンいろいろ使っていただいてんだ。次黒豆にします。じゃあ黒豆豆縛とか豆縛りでなんかやってみましょうか。じゃあ次ね、ちょっと楽しみにしておいてください。ありがとうございます。これいつまでやればいいんだ。あ、もう締めるだったです。早いことだ。本当にたくさんのお便りありがとうございました。この番組ではメールを募集しております。ゆきむら@わくてか .live までお送りください。番組タグはカタカナでトゲで、ひらがねでちっちゃいえとトゲガールとなっております。じゃあまた後でお会いしましょう。